車、ご乗車ありがとうございます。この列車は快速7駅です。新幹線は天保寺、九宝寺、大寺、法隆寺、大和小泉、大宮は終点長野寺に停まります。この列車の前から3分を経、3号車が終日女性専用車です。皆様の降り込みとご協力をお願いいたします。この列車は特急九宝寺駅での普通電車の減速はございません。あらかじめご了承ください。まもなく新二番屋です。お出口が左側です。大阪環状線、南海線、南海線、地下鉄線がお出迎えです。新二番屋を出ますと、次は天王寺に停まります。車内にお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。まもなく新二番屋に着きます。ドアから手を離してお待ちください。快速奈良行きです。次は天王寺に停まります。まもなく発車します。閉まるドアにお注意ください。環状線内回り鶴橋京橋方面と阪和線関西空港線近鉄線南海線地下鉄線がお乗り換えです。この先揺れることがありますので足元にご注意ください。この電車は大和路線快速奈良行きです。天王寺を出ますと九宝寺王子の順に止まります。この電車は九宝寺での普通電車の連絡はございません。各駅に停まります。普通電車をご利用のお客様は、次の天王寺駅で乗り換えください。まもなく天王寺に到着します。左側のドアが開きます。ドアから手を離してお待ちください。車内にお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。
この列車は快速奈良行きです。旧宝市、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、終点長野順に止まります。この列車は旧宝市での普通電車の連絡はございません。各駅に止まります大和路線の普通電車をご利用のお客様は、後から参ります8時25分発の普通王子行きをご利用ください。この電車の3号車は女性専用車です。ご協力をお願いいたします。まもなく発車いたします。次は旧宝市に止まります。しばらくの間にご注意ください。しました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大和路線快速奈良行きです。旧宝市、王子、法隆寺、大和小泉、郡山、終点長野順に止まります。電車は6両つないで運転しています。お手洗いは一番前の車両1号車にございます。この電車の前から3両目、3号車の女性専用車と表示のある車両は、土曜休日を含め、終日女性専用車両です。皆様のご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策に日々ご協力いただき、ありがとうございます。車内での会話は極力お控えいただき、マスクの着用や席エチケットに引き続きご理解とご協力をお願いいたします。車内で飲食をされる際は、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。車掌は小坂です。終点長野までご案内いたします。次は旧宝市、旧宝市です。お出口は右側です。大阪東線は乗り換えです。
乗車ありがとうございました。まもなく九宝寺です。お出口は右側1番乗り場に着きます。大阪東線普通新大阪行きは8時32分、ホームが変わって3番乗り場から発車します。大和路線小関、八尾、四季、柏の順に各駅に停まります。普通王子行きは8時38分、着きました同じホーム1番乗り場でしばらくお待ちください。急行所出ますと次は王子に停まります。車内にお忘れ物、お年物をなさいませんよう、お手回り品を確かめの上お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく急行時に着きます。右側のドアが開きます。ドアから手を離してお待ちください。この電車は快速長行きです。次は王子に停まります。各駅に停まります。普通電車ではございません。踊り間違いのないようご注意ください。普通電車をご利用のお客様は同じホーム1番乗り場にてしばらくお待ちください。この電車は快速長行きです。次は王子に停まります。途中駅停まりませんのでご注意ください。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。快速長行きです。次は王子です。お出口は左側です。和歌山線近鉄線は踊り替えです。この電車の前から3両目3号車が終日女性専用車です。皆様のご協力をお願いいたします。 JR 西日本からお客様にホームご通行時のお願いです。黄色い停止ブロックより線路側を歩かれますと列車との接触や線路への転落の可能性があり大変危険です。発車の際はお客様の安全が確認できるまで発車を見合わせる場合がございます。ホームご通行の際は黄色い停止ブロックより離れてご通行いただきますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
乗車ありがとうございました。まもなく大内大内です。お出口は左側1番乗り場に着きます。和歌山線南陽真駒線経由高田宇根美桜井方面長行きは9時3分。ホーム前寄りの階段エレベーターをご利用いただき5番乗り場へお越しください。近鉄線はそれぞれお乗り換えです。この電車は終点の奈良まで大和路線内各駅に停車します。降りの際は車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんようお手回り品を確かめた上お降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく大内に着きます。お出口は左側1番乗り場の到着です。開くドアに手を触れられますとドアに引き込まれる恐れがあります。ドアから手を離してお待ちください。
快速奈良行きです。法隆寺、大和小泉、郡山、終点長野順に止まります。まもなく発車いたします。発車を緩ますので足元にご注意ください。次は法隆寺に止まります。ご乗車ありがとうございます。快速奈良行きです。法隆寺、大和小泉、郡山、終点奈良の順に停まります。次は法隆寺です。お出口は左側です。この電車の前から3号で3号車は終日除雪停止です。皆様のご協力をお願いいたします。
大和小泉です。お出口は左側です。
郡山、郡山です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。まもなく郡山に着きます。終点77です。お出口は右側です。大和路線加茂方面と奈良線舞路まころま線は踊り替えです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点奈良です。お出口は右側5番乗り場に着きます。奈良から先、木津に先に到着します。奈良線宮古路快速京都行きは8時58分。着きました同じホーム向かい側4番乗り場、約2分の乗り換えです。奈良から先、奈良山へ先に到着の奈良線各駅に停まります。普通、京都行きは9時7分。同じく4番乗り場でお待ちください。大和路線、加茂へ参ります。大和路快速、加茂行きは9時20分。着きました同じホーム、5番乗り場でお待ちください。舞陽まころま線、天理、三輪方面、桜井行きは9時8分。ホームが変わって1番乗り場から発車します。この電車は到着後、回送電車となります。降りませんが、車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんよう、お手回り品をお確かめの上、皆様お降りください。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。まもなく終点奈良に到着します。お出口は右側5番乗り場の到着です。奈良駅エレベーターはホーム中ほどにございます。どうぞご利用ください。開くドアに手を触れられますと、ドアに引き込まれる恐れがあります。ドアから手を離してお待ちください。皆様、この先もどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。